リバネスは3月16日、横浜の聖光学院でカチカチトントン電気を作ろう実験教室を開きました。この日は聖光学院の中高生が参加し、圧電素子を使った LED 発電とオルゴールを鳴らす実験を行い、見事成功しました。実験ではリバネスのインターン生が先生役となり、 LED を使って圧電素子の電気特性を調べるなど本格的な研究となりました。インターン生の勅使ヶ原直人さんに今日の実験のポイントについてお聞きしました。普段東京農工大学というところで、そうですね、宇宙関連の研究をしている学生です。今日はですね、圧電体っていうものがありまして、押すと電気ができるっていう性質を使ってですね、オルゴールであったり LED であったりを動かします。実験に参加した生徒さんにお聞きしました。すごく楽しかったです。オルゴールを鳴らすまでの過程が一番なんです。その圧電素子の仕組みも分かったし、また改善していかなきゃいけない点もあって、いろんなアイデアをみんなで出してってするのが楽しかったです。聖光学院中学校高等学校はキリスト教の思想を基盤にした中高一貫教育のもと、将来社会に貢献できる人材の育成を掲げています。またリバネスが最初に実験教室を始めた学校でもあり、10年来の実績があります。校長の工藤誠一先生にお聞きしました。ちょうどその10年ぐらい前に、私どもが学びの領域を広げようというふうにした時にですね、リバネスの丸さんたちがやはり自分たちの持っているものを次の世代に伝えていくというような気持ちでもって会社を立ち上げられていらっしゃったわけですね。質の高い学びをする場ができるということで、私どもとしてもぜひお願いしたいということで始めた。もちろん、教員も専門分野十分であります。でもそれ以外のですね、よりこの部分を専門にしているという方たちから学ぶチャンスがあるということは、子どもたちにとってもですね、非常にこのプラスになるんで、多くの人の英知を結集させて次の世代を育成していく。これが本当の意味での資源のない我が国における人材育成だというふうに私は思って。